こんにちは、さとみです。今回は布にダイヤモンドアートをする商品を購入したんですが、どういったコーティング剤を使っていけばいいかという検証も一緒にしていきたいと思います。商品はこちらになります。まず中を開けていきたいと思いますね。はい、こちらの商品になるんですが、こちらの黒いバッグはフェイクレザーになっていて、その上にダイヤモンドペインティングができるような仕様になっております。ビーズは大きいビーズがあったり小さなビーズがあったり、特殊形状のビーズになっております。さてこちらは見ての通り、ちょっとねこちらの黒いバッグよりは大きめのトートバッグになっています。でこちらの中身は、ビーズも小さいものだったり大きいものだったり入っている、こちらも特殊形状のビーズになっています。やはり粘着テープがこちらに貼ってあるということで、両方とも、ビニールの透明フィルムが貼ってあります。どういったコーティング剤を使っていくかというところなんですけれども、私が用意したのは2つあります。私が準備した接着剤はこちらの Amazon で購入させていただいた E8000 という接着剤と、もう一つが、超強力布用接着剤洗濯 OK というものを購入してみました。こちらの E8000 に関しては手芸用ボンドで強力接着剤となっています。ラインストーンなどに使用できる接着剤となっているので、これもいいんじゃないかなと思って購入してみました。でこちらに関しては洗濯 OK、 しかも超強力布に使えるということで、これは使ってみなきゃと思って購入したアイテムになっています。なので今回、コーティングするコーティング剤というのは、出来上がった後に上からコーティングしていくというものではなく、ビーズを貼り付ける時につけるボンドを強力にすることで使用できるようにしていきたいなと思っております。私なりに考えたんですが、今までダイヤモンドアートで使用してきた、完成し終わった後にコーティングしていくコーティング剤は固まってガチガチになってしまうか、もしくは水で溶けてちょっとベタベタしちゃうんじゃないかという懸念があったので、どうせならつけてしまうボンドをがっちりつけていった方がいいのではないかという思いに至り、今回この2つを購入しております。早速ペインティングしていきますね。まずはこちらの小さめのハンドバッグとでも言うのか、こちらのダイヤモンドアートからしていきたいと思います。まずこの半分のだいたい右側がこちらの布用接着剤をつけていきたいと思います。で反対に左側はこちらの E8000 をつけてペインティングをしていきます。ちょっと触ってみたいと思います。ここはついてないのでペインティングする場所ではないですね。この辺りがペインティングゾーンになってます。いきますよ。あ、結構しっかりしているかもしれない。持ち上がりますね、布も。さてそれではこちら開けていきます。出てきましたね。すぐ乾いてしまう可能性もあるかもしれないので、ちょっと少なめにね塗っていきたいと思いますが、ちょっと難しいかもしれないなではくっつけます。
はい、ではつけていきます。9番ビーズ以外のこういう赤い部分のところは粘着ボンドみたいなのがついていないので触ってもねベタッとしないですね。この接着剤なんですけど、今ちょっと白色っぽいね感じの色味になっているんですが、乾くと透明になります。なので早くつけていかないと乾いてしまう。よいしょ。はい、一箇所出来上がりました。どんどんいきますね。ちょっと白い液体なので見づらいですね。感覚が分からん。全く見えない全く見えておりませんでしたが、ちょっと適当になっておりますが、だいぶ埋もれてしまった。この辺ちょっと乾いてきましたね。この辺もうっすら残ってる感じです。間違えた。まあいいか、ここの灘だけちょっとつけずにそのまま貼っていきます。OK、 半分できた。さて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 、お、ここまで一緒に縫われているよ。 OK、 それではこちらの E8000 で左半分をやっていきたいと思います。おー、細い。透明だからつけやすい。で、ラスト。出来上がりました。こんな感じです、右半分はこちらの布用接着剤、左半分はこちらの E8000 でくっつけております。まだね、乾いてないところがあるので、これは1日乾かしていきたいと思います。続いてこちらをやっていこうと思うんですけれども、どうやってつけていこうかな。下半分はこちらの布用接着剤にして、上半分はこちらの E8000 をつけていきたいと思います。これ番号書いてないけどあ、なるほど、こうやって書いてありますね。これを見ながら作っていきたいと思います。よし、じゃあここでコーティング剤を変えていきたいと思います。では上からやっていきますね。おー、カラフルですね、めっちゃ。あ、すごい綺麗なビーズです。ジュドゥン、黒のオーロラこんな感じなんですね。めっちゃ綺麗。ここの箇所だけ接着剤をつけずにビーズを貼っていきます。
後でどれぐらい違いがあるのかっていうところを見ていきたいと思います。こちら出来上がったダイヤモンドアートのバッグになっております。制作が終わってから1日置いておいたので糊も乾いております。バッグの黒い方ですね、フェイクレザーっぽいようなバッグを見ていきます。いい感じに出来上がっていると思います。ちょっと触っていきますね。やっぱりこうはみ出ている粘着部分はベタベタしますね。で、こっちから右はこちらの布用接着剤でつけております。真ん中から左側半分はこちらの E8000 で接着をしております。どんな感じにくっついているか見ていきたいと思います。まずはこちらの布用接着剤ね、見ていきます。なんかこうしっかりね、ちっちゃいビーズは腫れている気がしますね。あ、でもちょっとやっぱり動いちゃいますね。で、この赤い大きなビーズはどうでしょう。浮いてしまった。あ、しかもめっちゃ綺麗に剥がれますねなんてこった。戻しておこう、ちょっとなるほどなるほど。え、こっちはどうかな。あ、これもこの素材のせいかな。バッグのちょっと定かではないんですけれども、つるっとしたね、こう素材になっているので剥がれやすさもあるのかもしれません。次は E8000 の左側を見ていきます。もうなんか浮いている感じが否めないんですけど、キャー、あ、こちらの方がちょっとね、まだくっついてる感がありますね。くっついている感はちょっとね、ベトッとしてる感じがあります。はい、じゃあちっちゃいビーズをね、見ていきます。あ、これも動いちゃいますね。残念な結果になってしまいそうな気がしておりますが、ついてるビーズを指でゴリ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 することはないとは思うんですけど、ちょっとね、どちらも緩い感じがしますね。普通の接着剤の方がいいかな。ちょっと悩みどころですね。これにコーティングをしようと思うとバッグってしなるので、しなってしまったところが多分白くひび割れが起きる可能性があるので、普通の糊でするのはおすすめしないんですが、コースターで使ったゴリラの糊を使おうと思うとバッキバキになってしまうので、それもちょっとおすすめしないですね。どうだろう、ちょっとこの上からゴリラ後でやってみようかな。ちょっと試してみます後で。はい、それでは次に何も塗らずに貼り付けたビーズを見ていくんですが、こちらのシルバーのね、ビーズのところなんですけれども、触っていきます。あれめっちゃ簡単にずれちゃいますね。これはちょっと恐怖です。あまり触らない方がいいかもしれないですね。むむ。それではこちらの女の子のね、トートバッグですね。で、つけるところはやっぱりビニールっぽいね、素材になってるんですよ。こっちは布なんですけどね。
なんですが、こういったところはやはりつるっとした、ね、素材でできているのでどうなのかなという感じが先ほどのバッグを見るとするんですが、まずこの上でつけていったのはこちらの E8000 になってます。この大きな赤いところを行ってみます。おー、もうなんか取れそうな気がしないでもないけど、あ、でもさっきのよりくっついている感がありますね。あ、でも剥がそうと思うと剥がれてしまうんではなかろうかという感じですね。怖い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 。ちょっと色が違うのでわかると思うんですけど、ここがね、はみ出た粘着部分になるんです。こうテカッとしているところが、ここがやっぱり触るとこんな感じでくっついちゃうんですよね。これも気になっております。どうしたもんだか。こちら何も塗ってないところですね。こちら見ていきたいと思います。すぐに取れちゃう感じはありますね。で、さらにさらに下のこの辺はこの布用接着剤でつけております。この緑の部分行ってみますか。だーだん、キャー、お口パカ エリアみたいになっているこれもちょっとなかったことにしようと思います。さっきのねバッグに比べるとやはりこのトートバッグの方がこう粘着部分が広いというか、はみ出ている部分が結構大幅にあるので、これがねどうしたものかという感じなんですけれども、どうしようかな。この上にゴリラやる？それでは先ほどちょっとやってみようかといったゴリラをねちょっと試しに一部塗ってみたいと思います。じゃあこの真ん中のここ一部だけゴリラを塗ってみたいと思います。以前にもコースターのねコーティングの時にご紹介させていただいたこちらのゴリラグルークリアというものをですね、 Amazon で購入しております。はい、これを塗っていきますね。以前学習したのはこのままねこうわーって塗っていくと結構こうビーズの凹凸感がなくなってしまったので、今回は爪楊枝でね頑張って伸ばしてビーズの凹凸感をちょっと出してみようかなと思います。できるかな、できるかな。ちょっとやっぱりもったりしてるのりなので、ちっちゃいビーズはやはり埋もれてしまいそうですねでもこれできっと剥がれ落ちることはないような気がしますね。それではこの黒いバッグはこれでコーティングを終わりたいと思います。また乾いたらレビューしていきますね。続いてこちらのトートバッグなんですが、一番わかりやすいここのね布用接着剤を使って貼り付けた箇所を塗っていきたいと思います。このあたりね塗っていきます。こういう風にビニールになってると思わなかったので、もしかしたらゴリラの方が合う可能性もありますよね。で、はみ出たところを粘着のね部分に持っていけばきっとそこもベタベタしなくなるんじゃないかなと思うので、粘着がはみ出ている部分も塗っていきます。
この辺ははみ出てる部分があんまりいないんですが、と念のため布の部分にもコーティング剤を少しだけね塗っていきます。こんな感じに塗ったんですけど、下大丈夫かな何も敷いてなかったけど、下は大丈夫そうですね。染みてはいないようです。よし、とりあえずこれで乾かしていきます。それではゴリラをコーティングした部分が乾いたので見ていきたいと思います。まずは黒いバッグの方から、こちらですね。つるっとしてますね。もうがっつりコーティングしているっていう感じが出ています。さてグイッグイッとやってみますか。グイッグイッ、白くひび割れたりとかはなさそうだけど、あ、剥がれましたね、この部分。あ、ビロッと、キャー見なかったことにしますこっち側も若干白くなって剥がれてますね。キャー、やばいな、これはちょっとゴリラもいけないのかな。まあ、生地がねツルツルしているので剥がれやすさはやはりあるのかもしれないですね。どうしたものかという感じです。ただ前回のコースターに比べると爪楊枝で伸ばしたっていうところもあるので、大きいビーズの凹凸感はちゃんと出てますね。ただちっちゃいビーズはやはりちっちゃいのでちょっと埋もれてしまっている感が否めません。さて、じゃあ次はトートバッグを見ていきます。こちらですね。こちらもいい感じにくっついてはいそうですね。このはみ出た糊の部分はゴリラのコーティングのおかげでつるっとしててネタネタ感がなくなって、あ、もうすでに剥がれてきておる高いやないかい、早いってここも黒のバッグのように生地がちょっとつるっとしているので剥がれやすさがあるのかなと思います。はい、ではちょっとトートバッグのね、このつるっとあんまりしてない、ほぼ生地の上に貼り付けたところを見ていきます。ここはねしっかり力を入れても取れないですね。ここは良さそう。この緑の部分もちょっと染みているおかげでしっかりくっついてくれています。問題はこの黒いつるっとした部分ですね。ぎゅ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 、まあ先ほどももうすでに剥がれてしまっておりますが、剥がれちゃいましたね。こちらも黒のバッグと同じようにちょっと剥がれちゃうかなという感じですね。ただこの上のビーズはしっかり固定されているので動きませんね。ゴリラ優秀ですね。まあこのツルツルがね良くないんでしょうね。あまりゴリラと合わないのかなという感じがしますね。こちらの3つの接着剤とコーティング剤を使って検証を行ってみたんですが、残念な結果となりました。最初にお話ししたように、コーティングを
最後にするのではなく、最初に強力接着剤と言われるようなこちらの接着剤でつけていけばビーズも取れないんじゃないかなと思って購入したこの2つですが、爪でちょっとグッと押したところ剥がれそうになってしまったというのが結果です。こちらのゴリラのコーティング剤に関しても、つるっとしたね生地のところではしならせてみたところ、完全に全体が剥がれてしまうという悲しい結果となってしまいました。ただ、こちらの女の子の、トートバッグの生地のねツルツルしてないところではしっかりガチッと固まってはくれているので、こういった生地には問題ないのかなという感じがしております。やはりこういった布製品のダイヤモンドアートの商品だと、ビーズをつけるための粘着面がちょっとビーズよりも幅が広かったりするので、そのねこう手で触ってネタッとなるところをどうやって仕上げていくかっていうところも結構重要なポイントだなということが分かりました。今回はこのゴリラというコーティング剤でビーズをつけた後にコーティングをしていったんですが、特にねこちらの女の子で試したようにはみ出た部分にもコーティング剤をつけていったんですが、爪楊枝でやると結構な作業時間になっちゃうかなっていう感じがしているので、こちらを早く進めるためにはまた何かしら考えなきゃいけない点の一つなのかなという気がしました。ただ布製品ということで、やはりこういったつるっとしたね部分にビーズを貼り付けていくことがやっぱり多いんじゃないかなとは思っているので、今後ねこれを解決できるためのアイテムをまた探さなくちゃいけないなとは思っているんですけれども、多分私一人の力じゃ、どういったアイテムがいいのか、どういったコーティング剤がいいのかっていうところがわからないので、もしね布製品こんなアイテム使っているよっていう方いらっしゃったら、ぜひコメント欄にコメントを残していただけると嬉しいです。その上で改めて私も検証してみたいなと思っているので、アイデアでもいいのでコメントをいただけると幸いです。ということで今回は布製品のダイヤモンドアートにはどういったコーティング剤がいいか検証してみたという動画をお送りさせていただきました。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。